はい、皆さんこんにちは、フラワーディストーシンです。今日はこちらの僕を使ったフラワーアレンジメントを皆さんに紹介します。なかなかこういう僕を使ったアレンジって見ないと思います。で、これ、ね、だいたい花屋さんとかに実は置いてあるんです。僕の方に行ったりすると正月は必ず置いてあるんです。これで、これね、どうやって使ったらいいんだって分かってないゲバナの先生とかフラワーアレンジの先生多いんですよ。結構上の先生でもいるんです。ただ今更これどうやって使ったらいいんだって聞けないでしょ。なので今日はね、僕がこれを皆さんに教えます。ただ、まあ僕の今日使う使い方以外にもいっぱい使い方はあるんで、まあ、それは自分たちで工夫してください。僕は今日一番簡単な使い方を皆さんに教えます。では、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、ではね、早速、今日はね、こちらの器に制作をしていきたいと思います。このね、僕、まあこう浮かしたりするのはいろいろとやればできるんですよ、実は。ただ、なんだろうな、これね、浮かせるとすごくこう難しくなるんですよね、止めるのが。なので浮かせないで一番簡単なのは、こういう僕を止めて一番簡単なのは、こう置いてこう止まる位置、この位置が一番簡単に止まるんです。例えばなんかこうバランス崩したようにこうやって置いたりすると、もうこれはね、動かすのが大変なんですよ、これから先。なので器にまあこう乗せて、こう止まった位置から制作していきましょう。そして、ここにね、こう20番ワイヤーが見えるかな、20番ワイヤーがあります。これをこう半分に切って、でこう U ピンにしますね。で、ここでこの僕を、まあ、軽くこう止めます。はい、そして止めたら、ここからスタートしていきます。まず最初にこちらのレザーリーフファンでファンデーションワークをしていきます。でこれファンデーションワークをするときにの注意点なんですけど、こう梅の僕が見えなくなるぐらいガバッと入れちゃう人とかいるんですけど、これをやめましょう。ファンデーションワークの時点でのこの梅の僕を隠しちゃうのは、もうはっきり言ってもうそれはね、アウトです。でもね、たまにいるんですよ、そういうことしちゃう人が。もうあれはね、もうダメですから。こうやって梅の僕が隠れない程度にファンデーションワークをしていってください。そしたらここで松をね、入れていきます。松はちょっとこう見てね、形を見て枝ぶりの良さそうなところ、まあ、今回あんまり良くないんだな。そしたらどうしようかな、ちょっとこうマスにしながら少しこう出していくような感じにしましょうか。そしたらもうこれ全部ね、そういうあんまりいい枝じゃない時は全部こうパーツに分けちゃいます。ただこう少しね、こう長めにバルブをして取っておくことが大事ですからね。これはね、後で切ってもいいんですから少し長く取っておきましょう。はい、このような感じで松が入りました。あんまり梅の僕をこう隠さない程度にこう入れていくのがポイントですね。はい、そしたら